か星1も難しくなってきたの。編成の紹介をしていくぞ。とうとうギガントゼウスにも第三形態が実装。なんとなーくやっつけ感があるがな。古代史対策はニャンデやネンニューリル。あとサマーガールズで入手した魅惑のパサランを使ってみるぞ。では開始ぜ。できるだけ時間を稼ぎたいので緩めに行くぞ。城のスペースは狭いので突破力のある敵に注意ぜ。早くもデリバリー出してしまったが足が遅いので安心ぜ。この点は地蔵と使い分けで攻略していくぞ。最初に出す大型は降りる。できる限り城を叩かずに粘って未然にの準備じゃな。最初にウリルを出す大きな理由として、古来の君をニャンコ城から離れた場所で処理したいんぜ。ではもうそろそろ始まるぞ。時間は6分ほどで攻略できたんじゃが、ニャンマに頼ることになるぞ。レベル40のウリルならケベロンの攻撃に変え耐えられるが、古代種を倒したらお約5年なので難しく考える必要はないぞ。ニャンデやネンとニャンマで古来の君を攻撃して資金作り、殺意のワンコはデリバリーに任せておけば大丈夫じゃろ。古来の君の突破力じゃが、鈍足つけて壁を出しておけば脅威ではないぞ。このステージで一番突破力のあるキャラは殺意のワンコ。正直弱いので攻略は簡単ぜ。ああ、そうそう。せっかくケベロンより射程の長いキャラを準備したので、状況を見て魅惑のパサランを出してくぞ。現段階ではニャンマの方が使えるから後回しじゃが、感知射程650に劣化は150から1050。攻撃は緩慢じゃが DPS ではキャスリーより優秀だったりするぞ。もちろん劣化が全部当たればの話じゃがな。感知射程内の敵をどんどん倒していくもんじゃから、空振りが多いのが非常に悲しいところじゃ。全滅した後ボスなり城なり直接叩けば済むんじゃが、今回第3にしたガネーシャも出していくぞ。これを考えるとギガントゼウス引きたくなるわえ。なんでもアヌビスが大幅に強くなったとか、なんとも欲しいところじゃが今は我慢の時じゃな。メインやサブ端末を参考にどのように強くなるのか確認じゃ。ウリルは優秀じゃから新、レジェンドでは大活躍じゃな。超超超や小顔など射程が異様に長い敵以外は有効じゃ。今後古代種がどのように出てくるのかわからぬが、ウルスが出てから結構進んだから、もうそろそろ出てきてくれてもいいと思うぞ。裏作業も順調に進めておるぜ。猫缶無料で入手する方法を動画にするべく準備中ぜ。今月はガチャを引かなかったので次はたくさん引けるんじゃが、未だに何を引けばいいか迷っておるぞ。古来の君がいなくなったら強引に進めていくぞ。そして都合のいいことにニャンマの攻撃力は上昇中。キャベロンが復活する前に城を叩くぞ。しまいじゃー。キャベロンは復活することなく完全勝利。ご視聴いただきありがとうございました。また見るのじゃぞ。にゃーはっはっは、素晴らしい。